にちは、立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。もうじきですね、あと10キロぐらいで来てですね、前々回足立さんの選挙の時は尼瀬でもお世話になりました。皆さんで、さっき大山町の話をしましたけども、桃栗植えてハワイに行こうってね、本当にその地域おこし、よそ者、若者、何者でしたっけ、とにかくその地域の中に外から風を入れて、そして地域が持つ富を生み出す力を最大限に頑張っていこうっていう、その大分の試みを私も、まあ微力ながら、まだあの頃は20代でしたけども、勉強させていただきましたし、手伝わせていただきました。ちょっとこうやって高速道路を佐賀から来ると、結構その山がちょっと言いにくいですけども、きついなって感じを受けます。日田は、まさに日田林港、林業の町ですよね。で、こういう町をしっかりと生かしていけるようにするためには、私地域主権改革っていうことをやってきたんですけど、地域がそのお金やエネルギーやあるいは資源を循環させる、そういう仕組みが必要ですね。で、まさにその先端が大分なわけで、だけどそれをやっぱりグローバルマネーっていうか、中央から来たお金あるいは世界を巡るお金がですね、壊しちゃってるんですよね。で、ぜひこの大分の皆さん、大分の持つ力、この力をですね、最大限に活かせる、そういうリーダー、吉田忠智ですね、さん、私もずっとこの立憲民主党で、吉田さんがですね、社民党のもうリーダーだった時からずっとお世話になってきました。で、すごく人柄が優しくて、もう安定した方ですね、安定した人です。で、まあ、今回大分知事選やあるいは市長選、そして参議院選挙という形になっているわけですけども、私たちが目指す明るく暖かい日本、明るく暖かい大分、もともと大分はそういう地域ですね。桃栗植えてハワイに行こうって、まあ40年ぐらい前ですかね、そういうスローガンを掲げて、またこれからこの先にある湯布院もそうですね、本当にこう山間部の、トンネルに入ります。結構これ長いトンネルですけど、まあ今まさにこの日本の社会や経済がトンネルに入ったような状況ですね。で、この間の襲撃事件が影響してるって世論調査に出てましたけども、今一時的に岸田内閣の支持率が上がってますけども、別に何かいいことをやって上がってるわけじゃないんですよね。あの対応だと言ってるんですけども、これだけその社会が閉塞して暴力に頼る若者が出てきてるっていうことはですね、これはまさに政治そのものが危機を迎えている、民主主義そのものが挑戦を受けていると言っていいと思います。だからこれで別の日本を明るく暖かい方に変えていく、さっき申し上げましたようにインボイスとかそうやって国民をですね追いまくる、どうして外国にはですねあんなにたくさんの支援をするのにですよ、国民に支援をしないのか。いいことをやるときには必ず財源っていうのに、自分たちが装備品や海外援助をやるときには財源って言わないでしょ。それなんでなんですかね。変えていきたいと思います。
もう日田に着きました。日田2キロ。日田の皆さん、ご無沙汰しました。日田に来るといつも重野さんを思い出します。重野さん、お好きの人ですけども、重野さんとよく林業の未来について話し合ったことがありました。日本の未来についてすごくいい議員で、私国体でもですね、随分お世話になりました。もう日田ですね。そして農水大臣をしてくださっていた先生ですね、もうちょっとついてしまうんで、そのお話はまた後ほど。もう一つの政権政党を作ろうということでですね、この地にも何回もお邪魔しました。懐かしい皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。もう出口になりました。日田に入ると本当にこうなんか木の美しさっていうか、山を守る人たちのこの声が聞こえてくるようで、そうですね、すぐそこが九十の僕らの高校とかの修学旅行が九十なんですね。すごく結構厳しい山で、じゃあ日田に着きました。ここで一回ご機嫌ようしたいと思います。どうぞ皆さん、吉田忠智ですね、吉田忠智補欠選挙参議院ですね、よろしく。大分選挙区です。大分は本当に広いです。ここから大分市まで行こうと思ったらあと120キロぐらいですね。うん、そうですね、大分も美味しいものいっぱいあるんですよね。まあでも今日はそういうものとはちょっと無縁ですね。じゃあごきげんよう、失礼します。